はい、こんにちは、奈良優です。今日は、空間ベクトルの平面の方程式の平面の対称点に関する問題を扱っていきたいと思います。問題は、次の通りです。原点 O と点 A100 とは平面 X たす Y たす Z マイナス3イコール0に関して同じ側にあると。点 Q をこの平面上の点とするとき、2線分 OQ、それから QA からなる折れ線 OQA の長さが最小となるような点 Q の座標を求めよというわけです。この手の問題非常に有名ですね。最短距離を求めるって言った場合に、折れ線ですよね。直線 に帰着させて求めるという代表的な問題ですけれども、ちょっと図を描いていきたいと思います。平面を適当にこう描きますね。こんな感じでいいかな。ちょっと薄い。ここに O があって、これちょうどまあ H が111になっちゃってて、方線ベクトルそのものになっちゃってるんですけどね。平面上の点になっちゃってるんですけど、平面 π の式を、x たす y たす 3z マイナス3イコール0ときます。それから a の点をコマ a100 として、a から、まあ、垂線をこう下ろしたこの足を、H' としましょうか。それから、対称点を A' としましょう。で、OQQA からなる、Q をこの平面上の点とするときに、この OQOKQA からなる折れ線 OQA の長さが最小となるような点 Q というのは、もうご存知の通り、対称点を取って、この点とこの点を結んだ、ここですよね。これと平面 π のこの交点ですね。これが求める点 Q になるわけです。これはよく知られてる、手法で、知らないとちょっと解けないかなと思うんですけど、対称点を取る理由は、この長さが同じになるからです。どこを取っても、同じになるので、例えばこの辺を取って、こういうふうにいった場合、結局ここの長さは変わらないですけど、ここが同じになるの で、これだとこれだと遠回りしてますよね。この OA' の距離に関してここだと遠回りをしているので、最短距離である直線と π の、交点が最短距離になると、そういう理屈です。で、じゃあどうやってこの Q を求めるかっていう話なんですけど、まずこの A' を求めないといけません。この A' はじゃあどうやって求めるかっていうと、この A' は、この点を求めて、H' を求めて、これの倍ですね。という形で求めたいと思います。対称点を取るのに、平面の時もやりましたけれども、この点なんか一つ指定してですね、例えば B、として300みたいなのを取ってみたいと思います。そうすると AB ベクトルの方線ベクトル、方線ベクトル今111ですけどね、 N は、111でちょうど OH になっちゃってますけれども、この上への、正斜 A ベクトルはこれになります。これになりますよね。ここ垂線になりますよね。で、それの2倍がここに来るので、結局、その、AB の N への正斜 A ベクトルが AH' ベクトルで、じゃあ AA' はっていうと、これは2倍の AH' になり、これどうやって計算するかっていうと、 N ベクトルの大きさの2乗分の AB かける
N の内積かける N、 こうやって計算できるんですね。だからまあ要するにあとはこれを計算して A' を求めてみましょうと。 A' は、そのままちょっとさっきに書いたこの公式に代入すると N の2乗は1の2乗足す2の2乗1の2乗の3つですか、それの2乗ですよね。それから AB はAB ベクトルは、AB は300から100を引いたものなので200ですね。200ですよね。とこの N との内積を取るのでまあ、200と111の内積の111です。したがって、まあ分子は4ですね。で分母は3ですから3分の4111とこうなりますね。ということで、このベクトルは3分の4、3分の4、3分の4というベクトルというベクトルになります。ですかね。ということは、OA' ベクトルは、OA 足す A' ベクトルなので、100足す、3分の43分の43分の4ということで3分の73分の43分の4というふうになります。だから A' の座標が3分の73分の43分の4ということが分かりますよね。これで終わりではないです。求めたいのはこの Q ですから、この Q どうやって求めるかっていうと、直線 OA 上の点で π 上にあるものとして求めます。だから、まあ、点 Q は、Q は、OQ ベクトルイコール、まあ、K 倍の、OA' ベクトルと表せるので、3分の 7K、3分の 4K、3分の 4K って表せます。で、これが平面上に乗っかってるので、全部足したら、3になるわけですよね。3分の 4K イコール3と。ということなので、K イコール、まあ、15K、3分の 15K イコール3。つまり、5K イコール3、K イコール5分の3というのが分かります。したがって、Q の座標はというと、Q は、3分の 7×K、3分の 4K、3分の 4K でしたから、K に、5分の3を代入すれば、まあ、3が約分されて5分の7、5分の4、5分の4と。ということで求まります。まあ、これが点 Q の求める答えということになりますよね。いいですかね。結構忙しいでやりましたけれども、理解してほしいのはこの正斜A ベクトルが対称点に使えるということです。これがこの形で平面に関する対称点だとか直線に関する対称点に対してまあ、 計算が割と簡単にできるということが利点だと思います。検算にも使えますし、まあ、ダイレクトにこの回答に書いても、特に問題はないと思いますので、積極的に使って正斜Aベクトルについて慣れていっていきましょう。はい、ということで今日の解説はここまでにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。